ありがとう。サワロ先生、サワロ先生、家庭科でよろしいですか。はい。はい。なんか家庭科の先生がエッチだってめっちゃ言ってるんだけど、本当？カブラキ期待しちゃうけど。本当？めっちゃドキドキしてるよ今。めっちゃ可愛い、マジ？あのさ、これだからインターネットはさ。インターネットって信じちゃいけなくってさ、本当に心からそう言ってる人がいたとしたらごめん。元気そうな、でもなんかだんだん可愛く見えてくるんだろうな、こういうタイプが。こういうタイプは大パン初めてじゃない、いや、あのペパーくんの時に一回しました。ちょっと一回見ていきたい、沢野先生について。え、待って、それ可愛いね。我が輩は沢野、めっちゃケーキ作りうまそう。なんかさ、休みの日にさ、なんかキッチンにでっけえオーブンがあってさ、そこにさ、あのミトン、なんていうの、あちあちにならないためのでっけえ手袋みたいなさ、やつをさつけてさ、ケーキ、焼き上げたケーキをオーブンから出してるところが目に浮かぶよ、カブラキは。どう？でボタンきっちり閉めるのかわいいよね。ミトンで合ってる、ありがとう。そうかわいいね。その服がさ、ピンクにさストライプ入っててさ、紫、なんかめっちゃ妖精さんみたい。この時間では生きていく上で必要な知識、技能を学んでもらう。やっぱそうね、家庭科のことをバカにするやつを許さないだろうな、サワロさんは。ケーキなんか何の役に立つんだよって言ったやつを、なんかムンみたいな感じで一回威嚇して、でヒッってなってる生徒を、そこに座れって言って、あーもう死んだわってなってる生徒の前に、カタってさ、美味しいケーキを出して食えみたいなさ、それでお、うまいみたいな感じで、だろ、ケーキはな、人を元気にする力があるんだみたいなことを言ってきそうでいいな。というわけで、ここまでお付き合いいただき誠にありがとうございました。おつらかでした。いってらっしゃい。